最大震度7を観測した能登半島地震。被害の甚大さが徐々に明らかになり、石川県内の死者数は94人となりました。こうした中、二次災害を防ごうと県内の支援の動きも活発化しています。もともとは何が立っていたのでしょうか。揺れと火災によって深刻な被害を受けた地域では未だに煙が立ち上っていました。輪島市です。こちらの住宅街では原形をとどめないほどに家屋が倒壊してしまっています。道を塞ぐように倒れた家屋を避けながら歩く人の姿も。最大震度7を観測した石川県では、今日午後2時時点で94人が死亡、222人が安否不明となっています。未だに余震が続く中、建物の倒壊による二次災害を防ごうと県内からも支援が。今日被災地に向かったのは、被災した建物の倒壊の危険性などを判定する応急危険度判定士である職員6人です。一見してもう危険だって分かるものはいいんですけど、分からない微妙な部分をですね、我々が特に判定してですね、安全性を明示していきたいなと。いや、もう詰めるだけって軽いんで行きます、軽いんで。被災地には続々と支援物資が届いていますが、必要なものを必要な人に届けるのは難しい課題です。そこで浜松市は、集まった物資を避難所へ円滑に送る業務などにあたる職員12人を石川県珠洲市に追加で派遣しました。すでに浜松市の対策本部が設置されています。現地で被災して困っている方がいらっしゃるというところを踏まえてですね、少しでも、その方々のですね、気持ちを、楽にさせてあげれればと。被災地のニーズに合わせた支援が求められています。